特許番号 BP5022、ジョセフ・アスプリン、千ン、1824年10月21日、ページ1、2同ページ2、にジョセフ・アスプリンは、1824年10月21日に、ポルトランドセメントの特許を取得した、イギリスのセメント製造業者。ヨークシャー、リーズのハンズレットという町に住むレンが職人、トーマス・アスプリンの6人のこの長男として生まれた。 1788年のクリスマスに洗礼を受ける。父の属する組合に入り、1811年5月21日にリーズパリッシュチャーチにてメアリ・ホザビーと結婚。1817年、リーズの中心部に今日構え、独立。その後数年間セメント製造法を研究していたと思われ、1824年10月21日には、 英国特許 BP5022 案、Improvement in the Mode of Producing 1アーティフィシャルストーンを取得している。この中でポルトランドセメントという用語を初めて使っている。これはイングランド南西部同セットにあるポルトランド島で産出するポルトランド石と呼ばれる石灰岩に似ていることから名付けられた。その直後の1825年、 リーズで近所に住んでいたウィリアム・ビバリーと手を組み、ウェイクフィールドでセメント工場を創業。ビバリーはリーズに残ったが、アスプディンは家族と共にウェイクフィールドに引っ越した。1825年、石灰生成法の特許を取得。ウェイクフィールドの工場は鉄道の建設予定地となって土地を買い上げられたため、1838年に廃止となった。そのため、 すぐ近くに第二の工場を建設して装置類はそちらに移した。その頃、彼の長男ジェームズはリーズで会計士として働き、その弟ウィリアムが工場の運営を行っていた。しかし1841年、ジョセフはジェームズと手を組み、ウィリアムを追い出して、ウィリアムの債務に会社は無関係との通達を掲げた。この頃、ウィリアムが ポルトランドセメントの改良を行っていたと考えられる。1844年、ジョセフは引退し、会社はジェームズが引き継いだ。ジェームズは1848年に3番目の工場を建設し、その工場は1900年まで稼働していた。ジョセフ・アスプディンは、ベークフィールドの自宅で1855年3月20日に死去。ポートランド島のポルトランド医師採石場アスプディンは、 硬化した後の様子が、良質のポルトランド石に似ていることから、これをポルトランドセメントと名付けた。ポルトランド石は当時イギリスでは最高の建築用石材とされていた。特許が示している製品は、今日ポルトランドセメントと呼ばれているものとは明らかに異なり、素早く固まるが強度は低い。当時は漆喰の代わりや型で形成する建材として重宝された。 低温で発火する性質があり、AA ライトを含んでいない。この製品は人工セメントに分類され、ジェームズ・パーカーのローマンセメントに対抗すべく開発された。アスプディンに先駆けて、ジェームズ・フロストが似たようなセメントを開発している。石灰岩を焼き、それを砕いて粘土と混ぜ、再度焼くことで完成する。硬い石灰岩をそのまま粉砕することは、 当時の技術では難しかったため焼いてから砕くのが一般的だった。彼が使った石灰岩はその地方で産出する石炭気候機のもので道路の舗装に用いられていた。彼の特許では原料採取方法として道路上のゴミを集めるとしていた。道路から石灰岩を集められない場合のみ石灰岩の塊を使うとしていた。アスプディンは実際近所の道路で 数ブロックにわたって、舗装を掘り起こしたとして2回起訴されたことがある。当時、まだ鉄道が発達していなかったため、アスプディンにとって、石灰岩の確保は、頭の痛い問題だった。この問題は後に、息子ウィリアムとの衝突の原因の一つにもなっている。ウィリアムが行った改良は、石灰岩をより多く使い、燃料も多く使って、 温度を高くし、それまで捨てていたクリンカーを粉砕するというものだった。ウィリアムは、その後ケントに移り、豊富な柔らかいチョークが入手可能な場所で、現代的なポルトランドセメントの製造会社を立ち上げた。ありがとうございます。